岩を切ることができず、くじけそうになっていた俺の前に現れた、面をした少年、サビト。そして、並び立つ少女、マコモ。サビトは、俺を相手に稽古をつけてくれる。マコモは、俺の動きを強制してくれる。少しずつ、けれども、確実に。俺は力をつけていることを実感していた。お前の血肉に叩き込め！もっと！もっと！ロコダキさんが教えてくれた全ての極意を決して忘れることなどないように骨の髄まで叩き込むんだ！全集中の呼吸はね、体中の血の巡りと心臓の鼓動を速くするの。よくわからない。どうやったらできるかな。死ぬほど鍛える。結局それ以外にできることないと思うよ。来る日も来る日も、俺は大岩の前でサビトと戦い、マコモの教えを受け続けた。腕が、足が、ちぎれそうなほど、肺が、心臓が、破れそうなほど、刀を振った。それでも、サビトには勝てなかった。半年経つまでは。